社会にある差別の構造を軍がむしろ利用して女性たちを集めて慰安婦制度を作った。怖い、本当に怖いです。彼らはですね、明らかに戦前の日本を肯定しているし、人権感覚もないし。그렇다고강간제도를만든거일본정부였다는거죠. It's one step in the process of eradicating sexual violence towards women and more forever. One, two.